さあ、ではやっていきましょう。ね、普通に戻します。全命で刺すようになってますね。じゃあ行きますか。あ、そっか。画面を。よいしょ。扇の舞ね。敵を選ばず繰り出される連続の舞。敵一体に波紋攻撃。水気によく効く桜吹雪。花吹雪。幻で包み込む。なるほど。じゃあ、とりあえずピオリムっといって、貯めての、不思議なタンバリンの、貯めるで。つえー、やっぱ不思議なタンバリン、これ作って正解だったな。通常攻撃134、127、強いなぁ。これピオリム打つんで、多分ククールが、ベホマ間に合うでしょう。あ、そっか。テンション上がりピオリムか、強えな。ピオリムもういらないと思うんで、貯める、貯める。不思議なタンバリン。ベホマで。凍てつく波動持ってそうだよね。なんせこの杖持ってるからな。凍てつく波動は来そう。あんまり貯めるのはよろしくないかもしんないけど、タンバリンあるからな。ガンガン貯めていきたい、できれば。ならない、上がりきらない。凍える吹雪、フバハ打つべきか、そしたら。凍える吹雪2発連続。そうですね。ここは貯めましょうか。主人公は攻めましょう。さみだれる。ジェシカはフバーハ優先。あ、バイキュート打ちたかったな。ククルベホマラーで。これはもう全回復はできるでしょう、みんな。シャッ。いいダメージだ。素晴らしい。フバーハ。これで凍える吹雪対策ですね。で、ベホマラー来ます。OK です。全員全回復。強い。おたけびか。あ、これは助かったな。オッケー。助かった。これ通常攻撃だったらちょっとやばかったですね。ありがとう。ゲルダ攻めます。なんかな、敵を選ばず繰り出される連続の前、これですかね。貯めます。不思議なタンパリンでいきます。オッケー。ワンチャン100ある。ないか。くっそ。扇の舞。あ、かっこいい。あ、いいダメージ入るね。そっかそっか。今んとこまだ凍てつく波動が来てないんだけど、通常攻撃。凍える吹雪。いいでしょう。溜めて溜めて、タンバリン打って、ここはベホーマラーで行きましょうか。50。でしかも今50状態なんだよね。だからできれば攻めたいんだけど。100来い！あ、これたまりきらないか。ベホマラー。テンション上がってる状態でベホマラー強いですね。凍える吹雪。いいですね。これ凍てつく波動ないのかな？ないんだったら勝ち確定だろ、これ。あ、これやだ！これやだ！キー！おー！いいよ。ゲルダだけなら全然ありがとうだよ。じゃあ攻めますか。さみだれます。メラゾーム打ちます。ククル貯めます。ククルも攻撃に回したいな。せっかくオーディン棒つけたしな。メラゾーマ、いいダメージ入るでしょ、これ。オーケー。今食らわしたのがだいたい、2000くらい？これで2800くらいですね。ヒットポイント約4000くらいと予想するんで、もう、あとちょっとで勝てるのか。いけますね。ここは全員攻めに入ろうか。扇の舞、サミダレ好き、メラゾーマ。敵全体に降り注ぐ光の闇、連射攻撃、瞬時仕留め、MP 回復、ラリフォーアロー、サミダレ打ちで、じゃあ。122。あと、1100。あと、1000。あと、
8000、いや、あと800、あと500くらい。おたけび。OK。通常攻撃。そうだな、ここは、サミダレ好きの、不思議なタンバリンの、ベホマラーで。OK。先に、不思議なタンバリンは強い。凍てつく波動ないっぽいですね。OK。あと200くらいかな、予想。フバハ溶けたね。大丈夫かな。通常攻撃。おたけび。いや、完全に、不思議なタンバリンで形勢が逆転したな。ちょっと苦戦気味だったけど、今まで。これ勝ちだな。やっぱ不思議なタンバリン強えわ。テンションゲーですからね、ドラクエ8はね。これは取った。OK!3900くらいかな。よーし。いいですね。今回は全く苦戦するあれがなかったな。全然レティスの方がやらしかったよね。強さ的には。魔獣の爪。魔獣の爪か。何かに使ったかな。くぅ、バカな。またしても。法王様。レオパルトに戻った。法王様、ご無事ですか。よかった、脈はある。しかしこれは。あの化け物がやったのか。何が起きたというのだ、マルチェロ。何を突っ立っておる。早く法王様をお部屋までお運びしろ。この役立たずめ。何が警護役だ。貴様は降格だ。明日にも処分を。わしの命令が聞こえぬか、マルチェロ。ハッハッハッハ。二の大司教殿、そういうわけでしたか。貴様、何のつもりだ。何がおかしいと言うんだ。観念なさい。野犬と誰とも知れぬゴロツキどもを雇い、騒ぎを起こして、それに乗じ法王様の暗殺を図るとは、恐れ入りましたよ。あなたが次期法王の座を狙っていたことは知っているが、ここまでやるとはな。何を言うか、貴様、わしが法王様を。捕まえろ、このゴロツキどもをまとめて煉獄島へ流刑にするのだ。はっ。おぞましい魔物も時には役に立つものだな。ん？無礼者め、次期法王と言われるこのわしを流刑にするだと。おい、聞いておるのか。これは濡れ衣じゃ。あの悪党がすべて。待ってくれ。これは何かの間違いじゃ。バカな、マルチェロはわしの手駒。それがまさか牙を剥くとは。次の法王になるのはわしなんじゃ。病弱なあの方だ。待っておればいずれ。
ここは煉獄島じゃ。滞在を犯した者たちを死ぬまで閉じ込めておく監獄。一度中に入ったら二度と生きては戻れん。すべてあの悪党のマルチェロのせいじゃ。法王は辛労で倒れ、邪魔な大司教はいなくなった。思いのほかうまくいったな。なんだ、頭が割れそうだ。これは我が肉体は忌々しき賢者どもに封じられ失われた。声、誰だ貴様。この杖か。杖を手にする者よ、何時こそが我が新しき手足。さあ杖の虜となれ、仮の宿となりて我に従え。ふざけるな。なんだと。命令をされるのはあいにく大嫌いでね。マルチェロは悪どい男だが、あの常人ならざる意志の強さと剣の腕はわしも認めざるを得ん。わしは奴を利用してうまく立ち回り、次期法王の座を我が物にしようと思っておった。わしに逆らう者たちをマルチェロに始末させ、そうしてただわしは待っておればよい。ただ地ならしをしてあとは待つつもりだったじゃ。まさかこんなことになってしまうとは。このわしがあんな若造に。おお、耳を澄ましてみろ。地下から響く囚人たちの嘆きの声が聞こえる。とうとうこの世の地獄、煉獄島に着いてしまったか。収監するならまず武器回収しないとダメだろう。いいのか？いいんだな？